原子関数と不定積分についての第1回です。よく積分は微分の逆であると。あるいは逆演算であると。そういうふうに表現されますね。すでに皆さんは極めて簡単な関数の場合について、微分と積分とのそのような関係について学んでいるわけですが、実はほとんどその時には計算方法について学んだだけでありまして、 理論的にきちっと分かったわけではない。で今回の話は、今まで分かったつもりでいたことについて、きちっとお、原理的に理解する、ということをやろう、ということです。テキスト丸一ページ3行目。まず、原子関数という言葉の定義をしっかりと理解しないといけません。関数、large fx、その同関数、それが small fx であるとき、 ということは、4行目の関係が成り立つとき、このような関係が成り立つことを5行目、large fx は small fx の原子関数であるというわけです。これは原子関数という言葉の使い方の定義です。よろしいですか ?4 行目の関係が成り立つときに、large f を small f っていう関数の原子関数と言うんだということです。ということは、6行目以下の例、 簡単にわかりますね。sin x の同関数は c o s x でありますから、sin x は c o s x の原子関数であるわけです。で、sin x が c o s x の原子関数であるだけではありません。7位に読め、sin x プラス1っていう関数の同関数。これも c o s x になります。したがって ,sin x プラス1も、sin x と同様、c o s x という関数の原子関数であるわけです。 でこのように大事なポイントは従業目関数 smallfx が与えられたからといって、その原子関数 largefx は一通りに決まるわけではないっていうことですね。ここがまず大事なポイントです。原子関数はいくらでもある。原子関数はいくらでもあるんだけれども、実はその原子関数、いくらでもある原子関数が定数差しか違わないということ。 これが皆さんがすでに知っていることであるわけですが、それについてまとめて書いているのは12行目から14行目の話ですね。区間 i で定義された関数 largefx が smallfx の原子関数であるときに、i で定義される smallfx の2の原子関数は、ある一つの原子関数 largefx に適当な定数 c を加えたもので表さるということです。 どんな原子関数でも一つ見つかれば、他の原子関数は、それに何らかの定数を加えたものである。ということです。で具体的に言えば、6行目から8行目に書いて書かれていることですが、sin x が c o s x の原子関数だということは、c o s x の原子関数は結局、sin x プラス c。で、ここで c はまあ2の定数。1でも2でも3でも何でもいい。そういう定数で表されちゃうということなんです。で、 この事実そのものは皆さんは知ってますね。でもなぜそれが成り立つんでしょうかそれを証明することができるという段階まで皆さんは来たわけです。15行目。区間愛で定義された関数 lar、Large FX、Large x がどちらも共に Small FX の原子関数であると仮定しましょう。と、原子関数の定義、4行目の定義に基づいて、 17行目のように、large fx,large gx の同関数が共に small fx である。こういうことが言えるわけですね。そうすると、ここで large fx large gx の差を hx という関数として定義したとしましょう。そうすると、hx という関数の同関数、19行目。それは gx の同関数 -fx の同関数。 でここに17行目の関係を代入すれば sm、small fx-small fx、従ってイコール0ということになってしまいます。すなわち、large hx という関数の同関数は、区間 i において常に0であると,ということが言えるということですね。さて、そうすると、20行目。区間 i の中で2の x1、x2 というのを取ってきてやります。 ま、一般性を失うことなく、x1 は x2 よりも小さい。そういうふうに、えー、仮定いたしましょう。そのような2の x 1 x2 に対して、区間 x1、x2、x1 と x2 を両端とするような区間において、平均値の定理を使っているわけです。テキスト ② ページ1行目。このような、uh, small c というのが存在する。 ということを主張するのが平均値の定理でありました。この HX というのは FX と GX という微分可能な関数の差ですから当然 HX も微分可能であるわけですねで。したがってこの平均値の定理を使うことができるわけです。で、このような C が存在するというんですけど C が1行目の右側の不等式に書かれているように X1 と X2 の間です。ということは C は区間 I の中の点です。 区間 i の中の点ということは、区間 i 内の全ての点 x に対して、丸1丸一ページの19行目、h' x イコール0が言えたわけですから、丸二ページの2行目の最後、h' c は0。こういうふうに言えるということですね。それが0ということは、1行目の右辺が0なんですから、1行目の左辺、分母 x2-x1 を払ってやれば、三行目の式の最初の式、 これが出てくるわけですね。1行目の式の分子が0。でこの分子が0という式は移行してやれば、hx1 イコール hx2。これが言えるということです。ここで x1、x2 は思い出してみれば、テキスト丸1ページの20行目に書いてあるように、区間間合い内の2の2つの値なんですね。区間合い内の2の x1、x2 に対して3行目の関係が成り立つということは、 4行目に書いてあるように、関数 HX が区間 I において定数である、一定である、ということを意味しているんだ、ということですね。で、そこでこの HX 一定なんですから、その定数を C、こういうふうに置いてやります。つまり6行目のように置いてやったとします。ということは、ここの6行目の左側の式、マ、え、イ、ー、ナス FX というのを右辺に移行してやれば、6行目の右側の式が出てくる、ということでありますね。 でここでですね、皆さんは昔平均値の定理について勉強したときに平均値の定理を使うことによって区間 i において同関数の値が正であるならばその関数がその区間で増加する区間 i で同関数の値が負であればその区間において関数が減少するということを学びましたしかしそのとき私は解説で実は平均値の定理において 理論的に最も重要なのはそうではないんだという話をちょっと予告しました。それが実はここにおいて使われているわけでありまして、平均値の定理によって、ある区間において関数の同関数の値が常に0である。テキスト丸1ページの19行目。この関係が成り立っているならば、テキスト丸2ページの4行目。 この区間において HX は定数であるということが証明できてしまう。HX が定数であるということが証明できることによってテキスト一ページの12行目から14行目に書いたこの定理が証明できるということなんですね。原子関数同士の間には定数差しかないんだということです。だから原子関数は1個見つければもうそれだけで十分なんだということですね。 そこでテキスト丸 ② ページのように、small fx の原子関数をまとめて、integral fx dx とこう書いて、それを small fx の不定積分という、とこういうわけであります。この定義の仕方は、まあ皆さんすでにご存知でありましょう。すなわち、10行目の矢印の左側にある式ですね。large f x イコール small fx これはどういうことかっていうと、large fx っていう関数の同関数が small fx に等しいっていうことですね。そのことと small fx の不定積分、それは large fx に積分定数 c を加えたものとして表されるということとは同値であるということです。c というのは言うまでもなく定数、コンスタントっていう言葉に由来しているわけであります。しかし、 高等学校では、この large c ってこう書いたら、まあ、不定積分の c に決まってるということで、いちいち積分定数って断らないこともありますね。でしかし、積分定数っていう概念が出てくるということ、これをしっかりと理解するようにしましょう。このようにして、不定積分が計算できますので、よく、 微分と積分は似たようなもんだから同時に教えてしまえばいいんだっていうような学校の先生もいらっしゃるようなんですが実は本当の意味で言うと積分という概念はこのように原子関数という概念を用いて定義できるというのはごく一部分に過ぎないんですねで高等学校では非常にそれ簡単なそういうケースしか扱ってないから積分論がこれで済むということです具体的に言えばですねこういうことなんですこの この定義の問題点というのはですね、small fx という関数が与えられたときに、その原子関数が一つでも見つかれば他の原子関数も見つかるということなんですね。でも small fx に対して、その原子関数が一つ見つかるとは限らないんですね。原子関数が見つからない関数って世の中にいくらでもあるんです。一つ簡単な例を皆さんに紹介しますと、分母が x、分子が sin x、こういう関数考えます。 こういう関数を考えると、微分して X 分の sinX、こうなるような関数、見つかるんじゃないかと思うかもしれませんが、残念ながら、皆さんの知っている関数の範囲では、見つけることができないんですね。ですから、そういう場合についても、積分というのを考えなければなりません。で、従って、ここで行われている積分の考え方というのは、あくまでも原子関数が初等的な手段で見つかる場合については、こうだ。 とということなんですねそしてそのようなものについては理論的にそれで正しいということが証明できたというのが嬉しい点だということです。決して計算のところにですね皆さんの注意が向かないようにしてください。もちろん計算ができないと話になりませんが積分の計算はまさに微分の逆半微分とか逆微分っていいますがそれに過ぎないわけです。2ページの12行目で例 x の α プラス1乗を α プラス1という定数で割ってやる。で、α は定数とします。で、もちろん α プラス1が分母できますから、α はマイナス1でない。そういう条件も考えますが、その同関数は x の α 乗。こういうふうになりますね。微分の基本的な計算公式になります。ということは、この13行目の微分の公式。 あるいは同関数の公式から15行目のように、x の α 上の不定積分は、α プラス1分の x の α プラス1乗プラス積分定数。こういうふうに表されるということです。と、当然皆さんは、じゃあ α がマイナス1の時はどうなるのか、心配になりますね。x 分の1の積分。 で、これはあ、すぐ後でやりますけれども、とても大切な、あまた、この15行目の式に対する例外としても、から数学的にもとても大切なものなんです。α イコールマイナス1の場合、もうすぐ出てきます。ちょっとだけ我慢してください。え16行目の例の括弧1、x の事乗分の1、これは15行目の式の α がマイナス2の場合に過ぎません。で、15行目の公式を使うことによってすぐ計算できますね。同様に括弧に これは15行目の式においてアルファが2分の1の場合に過ぎないということですね。でこのような類上の定義、これが分かっていれば何でもないわけです。18行目以降の問いに関してもですね、同様でありますね。カッコ1番はアルファは何でしょうか言うもでもないですね。マイナス5。でカッコ2番ではどうでしょうアルファが3分の1の場合ですね。テキスト丸3ページに行きましょう。 今度は、X フ α 上の積分というのではなくて、テキスト丸2ページの15行目のようなものではない、もうちょっと複雑なものについて考えます。丸3ページの1行目、sinX の同関数は c o s x マイナス c o s x の同関数は sinX とこういうふうになりますから、この結果から3行目、c o s x の不定積分は sinX プラス積分定数。 サイン X の不定積分はマイナスコサイン X プラス積分定数。こういうふうになるということですね。サインとコサインに関しては、同関数を作ったときに、サインの方はそのまま、サインの同関数はコサイン X ですが、コサイン X の同関数はマイナスサインっていうふうになる。したがってマイナスコサイン X の同関数がサイン X になる。ちょっとこの符号をついて混乱しないように、しっかりと記憶したいものですね。 5行目の例も同様であります。ENEX 上に関しては同関数。計算すると元の ENEX 上そのものになるわけでしたね。従って7行目。ENEX 上の不定積分は ENEX 上プラス積分定数となるということです。8行目以降の問いでありますけれども、この不定積分の公式を証明するには、右辺に出てくる関数、 ま、積分定数 C を除いて、それを微分して、左辺の不定積分の非積分関数になると。そのことを確認すればいいわけですね。したが、カッコ1番では、タンジェント X を微分したときに、cosine X 分の1。ま、c o s X の事乗分の1になると。これを証明すればいい。同様にして、カッコ2番では、上のマイナスタンジェント X 分の1。これを微分して、s i n の事乗分の1になる。 このことを確認すればいいわけです。カッコ1番とカッコ2番の公式は、これは皆さんぜひしっかりと記憶しといていただきたいと思います。意外に難しい。一瞬で計算できるんだけれども、その一瞬で計算できるということを忘れるとちょっと苦労します。えー、より重要なのはカッコ3番ですね。x 分の1の積分はどうなるか。これはテキスト丸2ページの15行目の α がマイナス1の場合。 であるわけです。このアルファがマイナス1の場合はなんとログの絶対 1x プラス不定積分こうなるということですね。これも重要な公式としてしっかりと記憶する必要がありますが、これを証明するときは上のログの絶対 1x この関数を微分して x 分の1になるということを確認すればよいというだけですね。 4番目は7行目の e の x の不定積分に対して指数関数の定を e ではなく一般の1でない正の定数 a にしたときはどうなるかというだけの話ですね。こういう公式一生懸命は覚える人いますけど実は指数関数っていうのは本質的に定は1種類でいいんだということを今まで繰り返しお話ししてます。 そのような考え方が分かっている人にとっては、これは覚える必要のない公式なんですね。どういうことかというと、A の X 乗、この A というのを、A 自身をですね、E のログ A 乗って、こういうふうに表すわけです。でそうすると、A の X 乗は E の X× かけるログ A。で、それが累乗のところに来た。そういう関数として表すことができます。で、そのような形で表すことができると、7行目の公式が分かっていると、 この、カ4の問いの答えもわかるというわけですが、そのためには、後に学ぶ、いわゆる、置換積分の考え方、それをマスターしている必要があります。でしたがって、現段階では皆さんは、カ4番については、右辺に出てくるログ A 分の A の X 乗、微分すると、左辺の非積分関数 A の X 乗が出る。こういうふうに証明する当面は仕方ないんですが、 本当に分かってくれば、こんなのは覚える価値のない公式であるということが分かってくるはずです。